影民謡。さあ始まりました、いきなり三影民謡、略して三影民、三影プロジェクトの佐藤光輝です。浅野翔です。おはようございます。そして花水香です。改めて紹介します。はい、日本一、三影プロジェクトとは、日本各地の民謡を次の世代とつなげる、思いを一つに和楽器の可能性を追求しながら活動してきた3人が集結、現代の感覚で作編曲し、全国各地にある民謡の良さを日本のみならず改めて世界に伝えていこうというプロジェクトです。そしてですね、ただいま仙台におりまして、はいはい、3年連続ですね、誰も知らない劇場、通称誰知らないさんでですね、ライブを行いました。そしてそのゲスト、新水香ちゃんでーす。現役、現役も何も17歳 よ、現役高校生、高校生 JK よ、JK です、JK だよね、はい、被ったら、あれだよ、被ってるよね、僕ね、あ、全然いやいや、すいません、もJK の気の使いかかったらやばい。給食当番が、給食当番が、給食当番が、17歳と思えない歌声でしたね。素晴らしかったです。初めて、あのソテラ節はね、ミオ魂の時に、はい、でしたけど、どうでしたか今日の2曲。いやね、顔見なかったらまさか高校生が歌った。ああ、確かに大人顔負けの、すごいね。でね、あの民謡魂でいろいろお話しされてるのね、はい、私たちも伺ってましたけど、うんうん、で今日もあのお客様でね、お母さんの声にそっくりってね、あの泣いてる方何人かいらっしゃいましたよ。すごいと思って、またそのあのね、ライブ中の MC でもあったんですけど、その30年前に「津軽三下がり」という曲でお母様が大会で優勝されて、で今年、はい、今年3月ですね、3月の同じ曲で、それも同じ節回しで優勝おめでとう。すげえ、すごいよ、民謡王座ね、津軽民謡王座ですね、最年少、最年少、あの母がその30年前に撮ってた時は20歳で最年少記録だった。母、お母様が、はい、20歳でのなんか最年少記録だったらしいんですけども、それを上回っちゃった。うわー、すごい。超えてくスタイル、超えてくスタイルだ、見かけと一緒だ、超えてくスタイルだ。すごいですね。すごい喜んでるでしょ、それは間違いないですよ、はいはい、信されてもちろん、ね、その大会レベル高いね、めちゃくちゃだ、津軽民謡王座って言ったよね、なかなかすごい、わざわざさ、まあ僕と翔さんがいるからね、竹物で尺八が目立つ曲と津軽物って、まあ、気も使っていただいてるっていう ね、本来ならもっと歌いたい曲あったかもしれないですけれども、ね、なんでその津軽さん下がりはもちろんそのお母さんが歌ってのありますけど、他津軽もんは他は結構歌ったりするんですか、普段は。そうですね、五代民謡は、そうなんだ、全部聞きたいね、もうジョン柄ももう新旧から気分しまして聞きたい、そうですよね、憧れの新旧の憧れのね、いやとんでもない、まあ、僕は憧れじゃないってことです。いやいやいや、大丈夫、嘘だから、冗談だから、こういう感じでやってるからね、そう大丈夫、全然怒ってないから、本当に。でも僕よく考えたら年半分なんですよね。そうだ、そうだよね、今まで僕が半分下だった。そうだよね、そうだよね、先輩方がね、やっぱ舞台とか行くと半分下の方にもう伴奏させてもらって、そうだよ、やっぱ東北の人が見て憧れ、あの葵ちゃんとかもやっぱ憧れ、ね、ゆいちゃんもやっぱ憧れっていうからね、みんな給食当番に憧れてるっていうところ、これ着る？そこじゃないの、そこじゃないの、お下がりはいらないの。あ、お下がりじゃない、お下がり、三下がり、すまない。いや、大丈夫、まあ、なんといっても翔さんも、あの、まあ、もちろん水香ちゃんもだけど、翔さんのふるさとですからね。そうですね、いや嬉しかった。水香ちゃんがね、本当に僕お母様とかをの現役の頃を僕見てたので、うん、僕もすごく若かったですけど、だから生まれる前から本当に生まれる前から知ってるんですよね。その歌声も知ってるわけですもんね、もちろん知ってます、お母様もお父様もおじい様もね。そうか、そうか、家族ぐるみでというか、もう一方的ですけど、はいはいはい、もちろん見て育ってきてる世代なんですよ、僕たちは宮城で。いや、ちゃんとやっぱ育つって言い方も変ですけど、うん、やっぱりちゃんとこうやってね、次の世代がこうやって本当ですよ ね、 ね、我々が伝えるまでもなく、いや本当素晴らしい、いや、もう本当
素晴らしい歌声でした。ランドコビキーを僕真横で聴いてて、あの、ね、弾かないで聴いてたからもうカーンってきて、カーンってあれ何寸で歌ってたの？あれ4寸ですね。4寸で歌ってたの、うん、高い腕またそのお囃子のゴスリーもね、豪華に翔さんにやってもらって大丈夫でしたあれ。あ、もう全然多分だけど、今後ないよね、僕版する翔さんがゴスリーをして歌うランドコビキーないだろうね。ないっすね。なかなかじゃないと思うよでもね、優しいんですよ。僕もなんかこうチラッとこうこっち見て様子伺ってたら、みずかちゃんちゃんと合図出してくれる。あ、ゴスリンの、ここでゴスリン言えよっつってさすが次の世代のドンですよ。 目でゴスリンの合図を、そう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 、あ、いけよっつってさすがですよ。ありがたい。なかなか難しいですよ、急にお囃子のタイミングね。ね、難しい。ゴスリンって何の、ゴスリンならコビキなんで、こう器用な時にこのその多分擬音なんでしょうね。ゴスゴス、ゴスゴスリンリンしてたんだよ。ゴスゴスしてた、ゴスゴスリンリンよ、ゴスリン。民謡プロジェクト適当で大丈夫でも分かんない話って結構ありません、ね、あるよね、ゴスリン。ピーチク、パーチクとかさ、あ、確かにね、なんかいろいろありますよ、いろいろ。みずかちゃんが一番得意な歌って何なんですか？得意な歌お箱というか、今のところアイミョン。アイミョン、アイミョンなの？アイミョン民謡だったら、民謡と民謡じゃないのか、聞こうか、せっかくだからね。民謡だったらやっぱ、すごい三下がりが、あ、そうなんだ、はい、自分の中では、すごい大事というか、あ、そうか、特別な思いがこもってるみたいな。そうだよね、はい、で、J-POP だと、 J-POP だとEXILE、 EXILE? ほら、ちなみに誰推しなんですか、誰推し。そうです、三代目の、あ、小坂です。あー三代目全然意味違う全然意味違ってくるから、登坂さんいいですよね。エグザイル系だ。あ、じゃあやっぱムキムキいいじゃないですか。お、そうだ、来年もう一回 出てくれた時にはもう僕エグザイルだって。あ、本当ですか？ここから来ただけ頑張ったか、首から下だけね、一人だけすごいね、ムキムキにエグザイルになってんだ。あ、そうなの、ここから下よ。あ、そうだ、ここは朝のショーで下がエグザイルメンバー、ね、それでもほぼエグザイル顔が朝のショートのエグザイル、それは完全に。あ、そうなんですね。そうなんだ。じゃあ何の曲を歌ってますか？やっぱり流星ね。あれだね。はいはいはい。やっぱね。はあ、はあ、はあ。なるほど。あっち系の男性が好きなのかもしれないですね。だからムキムキ系。あ、そうですね。あ、じゃあ近いですね。近いです。あ。じゃあどっちだ、細マッチョかこう太いマッチョか、細マッチョだと。あ、細い方です。細マッチョなんだ。じゃあこれ以上これ以上いかれると結構いっちゃってる、結構いっちゃってる結構上半身細くても超ゴリゴリだったら全然あるし。ああ、ってこと、細くても超ゴリゴリ。え、すっごい体型は見た目は細いけど、うん、実は超鍛えてます。あ、なるほど。あ、そういうのがいいんだ。そういう感じが勉強になります。なんと勉強だよ。JK のご意見がね。JK のご意見をペロじゃないのよ。なかなかお聞きできない、ね。まあ、確かにね。そうですね。聞きたくてもね。そうですね。JK に筋肉好きなの？細くてもどっち好きってなかなかね、もうセクハラになります。学校公演とかじゃちょっと。あ、ちょっとダメです。ダメです。はい。前学校公演やったことあったんですよ。私女子校でね。女子大か、女子大でやったんですね。でその時に、今喋ってる時に急にねえ、コナン見てるコナン知ってるみたいな感じで、まあ知ってますけどみたいになるじゃないですか。それなんかツイッターでもトレンドだよマイクを送ってみたいな感じで、自由だった、自由でしたね、自由たかし、なんかトレンドになってたんですよね、たまたま ね、まあ、今日もその MC も見ていただいたと思うんですけどね、ぜひこの機会またね、いや、ぜひ、ね、本当にね、これからどうなっていっちゃうんでしょうね。いや、楽しみ。いや、今年ですか、来年の3月でも卒業ですもんね。はい、高校卒業します。これから自分で志士選択して明るい未来を築いていくわけですからね。いや、本当に本当に、いや、民謡界本当安泰ですね。もうこういう水川ちゃんみたいな、すごいですよ、10代でね、すごいです、仕上がってる、確かに、うん、全て仕上がってますよね。今日はあの、ね、お父様の先生もね、はい、必要で来ていただいてね、はい、もう本当にありがたい限りでございますよ。ということで、ね、今日は仙台終わった後なんで、はい、私たちはこの後南相馬に移動します。今日行くの？今日行きますよ。いや、水川ちゃんとご飯食べていこうよ、そうだね、ホヤ食べたいんだよな、ね、ホヤ好きなんですよ。え、本当に？ホヤ大好きで、ホヤホヤ好きで筋肉好きなんだからすごいよ、すごいよ、それはすごい。あ、ホヤ好きなんです。ホヤ大好き。こっちの方がだって年齢関係なく食べる。嫌い分かる。ね、いますよね。ちょっとお酒もまた好きになりそうな人なんですね。ホヤ好きだと。
確かにね。魚介系が超大好き。あ、魚介系が好きなんですか。はい、塩辛とか。のんべえですね。もうエンディング、ちなみにお寿司で一番絶対食べる好きなネタってあるんですか。はい、外せない。つぶ貝とか。わ、わかるー。僕もつぶ貝。平六寿司行ったらつぶしか食べない。一緒ですね。つぶ貝とか貝類が大好き。あら。ですね。貝類いいですよね。大好きですよね。本間さんも大好きですよね。今日食えるかな。今日はね、ない。ない。ない。ないない。わかんないけど、貝類食べたいね。食べたいな。今度ゆっくりご飯食べましょう。ぜひね。ぜひね。本当にお願いします。はい。ということで明日はゲストは澤田葵さん。はい。はい。ね、あのニュージェネレーションのドンですけど、その前のドンの方が次の人のゲストなんで、はい、まあ、まだドンですよ、ね、まだずっとドンですよ。でも人世代上ですもんね。そうですよね。そんな上か。あ、上か。そうだよね、29、30。そうか、そうだよ、葵ちゃんの一回り下なんだ。うわ、そう思うとすごいな。ほんと貴重なご意見で、ほんとありがとうございます。だから、犯罪、犯罪じゃねえだ、別に犯罪ではないの、それは普通にね。だから、なんならって感じだけどね。いや、すごい、そう考えると、ほんとにね。すごいですね。今日の歌は本当に痺れました。本当にありがとうございました。本当盛り上げてくれてありがとうございました。はい、ということでいきなり見かけ民謡ですね、毎週金曜日夜8時から放送しております。終わっていく。はい、もう過去のアーカイブもね残っておりますので、ぜひ見てください。それでは見かけプロジェクトの佐藤浩喜、浅野翔、本間新志、そして荒静香ちゃんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。また来てね。ほやほやほやほー。